インゼゴー。よし、今回は、うん、一目均衡表お、ね、前回はですね、うん、使い方みたいなことを最初にやらせていただいたんですけれども、うん、今回はちょっと計算式とかから深く分かっていこうよということでやらせていただきます。はい、ではその前に神尾 TV から超重要なお知らせがございます。今現在ですね、コロナに関連するお話とかですね、まあ、コロナについてのいろんな裏話が新情報いろいろ出てきてるんですけども、もう YouTube で一切言えなくなってしまいました、うんうん、というわけでこのヤバすぎる裏話は現在別の SNS でやっております、うん、その YouTube で削除されてしまった動画もこちらの SNS で復活させています。メルマガでのみ動画を見る方をお知らせしています。 YouTube でね、本当もこれで言えなくなってしまいましたので、ぜひ見逃さないためにもまだの方はメルマガの方を登録しておいてください。お願いします。動画欄に変わってます。もちろん一切費用かかりません。完全に無料です。そしてね、その削除された動画というのは絶対にあなたに知っておいてほしいお話となっております。特に女性の方には必ず見ていただきたい内容となってますので、ぜひメルマガ登録していただければと思います。ちょっとめんどくさいんですけどもね、 YouTube の規約で、リンクさえお知らせできないという決まりになってますので、お手数おかけしますが、メルマガ登録よろしくお願いいたします。お願いします。今回ですね、一目均衡表のちょっと難しい話、その計算式とかね、そういうのをやってなかったんで、うん、いやそう、でもやっていきましょう。これね、あの、まあ、知らんより知っといた方がいいじゃないですか、はい、ということでやっていきましょう。で、まずドル円で一目均衡表のみこれ表示させてるんですけれども、トレンドの状態、今どんな状態になってんのっていうのを一目で一目で分かる、それが一目均衡表なわけですよ、うん、でですね、転換線、この水色の線が転換線と言います、はい、言うたら動きやすいやつですよね。短期の移動平均線っていうイメージです、うん、で、こっちが基準線、基準なんでちょっと緩やかなんですよね、はあはあ、こういう横になることが多いです。もあの持ち合いになったりすると、うん、レンジになったりするとほぼ横に進むっていうのが基準線ですね、うんうん、でこれが、まあ、長期の移動平均線、移動平均線で言うとですけれども、はい、そういう役割をします。そして遅行線、これがですね、うん、まあ面白いんですけれども、遅れて表示させるんですね。遅れて表示させて、しかもこのロウソク足と同じ動きをさせるんですよ、うん、そのことで過去の値動きと比べることでいろんなことが分かってくるというようなことになります。そして、雲、うん、先行スパンっていうんですけれども、この緑の線がですね、先行スパンというものになります、はい、そして遅行スパンっていうのがこの赤いですね、うん、で、これもですね、見たら分かるんですけれども、遅行スパンの方が平らですよね、どっちか言うと、はい、これが転換線と基準線の関係みたいな感じになってまして、うん、そしてそれがですね、前に表示されるんですよね、うん、チャートの右、今の価格の値動きの右側、起こりうることをちょっと分かるっていうのが一目均衡表の最大の特徴と。未来もちょっと見えちゃう。見えちゃうということですね。例えばですね、雲っていうのはレジスタンスとかサポートになりやすいというふうに一応言われてまして、うんうん、そうなるとですね、ここで値動きで下降に、今下降トレンドですよね、うん、下降トレンド短期で出てます。それがですね、こっちの雲にぶつかって反転するかもしれないなっていうようなシナリオも立てれるわけです、うん、そして反転しなかった場合ですね、雲の下まで抵抗があまりなくスポンと行ってしまうかもしれないな、はい、というのも考えれるわけですね、うん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 、っていうことですね。で、一応一般的には雲の厚さが厚いほどより強力なサポートやレジスタンスになりやすいよというふうに言われてます、うん、つまりですね、こういう雲のねじれが起こっているとこ、これ赤いやつが下降の雲、下降雲と言われています、うん、で上昇雲と言われています。で、こっちはですね、上昇雲が出た時は、まあ、上昇トレンドになりやすいということですね、うんうんうん、下降雲出ている時は下降トレンドになりやすいということなんですけれども、ここからずっと降りてきてますよね、うん、でこういう薄いところが結構狙われてスポーンとここでブレイクしたりするっていうのが結構ありますね、はあはあ、うん、でそれぞれですね、どういう計算式で求められているのかっていうのを今からお話ししようと思います、うん、はい、まずはこの水色の線、転換線ですね、はい、転換線は何かっていうとですね、この当日のロウソク足を含む9日間の高値、うん、高値と当日を含む過去9日間の安値、うん、割る2です。現在位置からですね、過去9日間で最も高かった価格と安かった価格の平均なんです。1,2,3,4,5,6,7,8,9 とありますよね、うん、9で一番高いのってここですよね、はい、そして、9の中で一番安いのってここですよね、うん、この半分のところをずっとつないでいったのがこの転換線になります、はい、はい、簡単でしょ。
わかりますよね。うん。いや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 、眠なよ。めっちゃわかりやすいよ今。あ、全然ない。ほらほら、ね、ほらこういうね、うん、ほらこうなって、うん、ほら真ん中にこれおるじゃない。ここ、はい、めっちゃ真ん中よ。おい。真ん中です。うん、はい、ね、はい。そして基準線、うん、赤いやつね。これは何なのかと言いますと、はい、当日を含む26日間の高値、うん、足す26日間の安値、うん、割る2です。はい。だからこれ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,26 日数を得て、その中の高値安値、うん、こことここですよね。このチャートで言うと、うん、もう26日だったらこの中に含まれるんで、うんうん、こことここの真ん中がこれ。何で寝てんの？分かるいがな。すごく分かりやすい、はい、うん、でですね、地高線、うん、地高線はですね、何かというと、はい、ただ単にこの今の位置、うん、終わり値をですね26日過去にずらしただけ。ほう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 、面白いよね。うん、うん、地高線はですね、チャートがですね上にトレンドが出てたらですね、うん、地高線は上に出ます。はい、ロウソク足の上に出ます。うん、そして逆に下、トレンドが下向きだったらですね、うん、こういう風に下に出ます。ほうほうほう、っていう風な特徴がありますね。うん、うん、なのでロウソク足と接触するかどうかで上か下か判断するということですね。うんうん、例えばだからこれによって地高線を見ることによって今トレンドなのかレンジなのかっていうのが判断しやすくなるっていうことです。ほうほうほう、こういうふうにここら辺ですね、まあ言うても下降ですけれども、ここら辺になってくるとロウソク足にぶち当たりまくりますよね。うんうん、なんか当たりそうっていうのもまあ同様やと思います。当たりそうで当たらないけど当たりそうっていうところら辺はですね、もうレンジに入ってるというふうに見なしてもいいかもしれません。はいはい、で一応明確な基準としてはロウソク足に接触したらトレンド終了ということになりますので、ほうほうほう、うん、今のドル円でいうとですね、ロウソク足をぶち破っていきました。うん、2日前のロウソク足で安値をブレイクしたことで地高線が26日前のロウソク足をブレイクしました。ほうほうほう、ということで下降局面に入ったのかなというふうに見ることもできるということですね。うんうんうん、トレンドは一応終了とみなして良いと。はい、まあ、少なくとも上昇が一段落したというふうに考えるべきだということですね。うん、地高線大事なんですよね、結構。で、先行スパン、うん、この緑の線なんですけれども、先行スパンですね、さっきの基準線と転換線を割る2にします、うん、足してね、足して割る2にします。基準線プラス転換線割る2です。でそしてそれを現在位置より25日移動させた、先に表示させてもらいます。ほら今ここでしょ、うん、こことここの間でしょ、はい、それを移動させてるだけ。ここになんでねんねん、わかりやすいよ。こっちは25日なんや。25日か26日です。あの今日入れて今日を含めてするかどうか、にゃ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 、だからこれを入れずに、はい、1,2,3,4,5 って数えるんやったら25日ですね。うん、これはすみません、だからこの今日のやつを1と数えるなら 1,2,3,4,5 ってやってたら25日っていうこと、あ、26日っていうことですね、今日を含めて。うんうんうん、で先行スパンの2ね、うん、赤いやつね、はい、こっちは当日を含む過去52日間の高値プラス安値、うん、52バーです、52日ですね、うん、その日足なんで、でここの52本分の安値、うん、安値と高値のちょうど間真ん中をずっとつないでいったのがこの線になります。うん、だからここ高値更新安値更新してないですよね、うん、っていう場合は横になるんですね、平べったいものになります。高値と安値の平均なので、だから今回ドル円で言うとですね、このここを超えていく、もしくはこの安値を抜け、あの下抜けていく、うん、割っていくっていうことがない限り、これずーっと横になるんですよ。ほう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 、この先も、うん、っていうような特徴がある線ですね。うん、まあ、26の倍の52ってことね。そうですそうです、うん、うん、このね、26っていう数字は何なのか、うん、気になりますよね。なりますね。すっごく深い考察の末、お編み出したのが26やったらしいです。ああ、その経験談のね、うん、作った方の一目三人さんのね、うん、
経験談というか、うん、まあ、いろ研究されて26がもう最適やということでやりはったらしいですよ。なるほど。なんで26かちょっと分かりませんでした僕には。ね、一問均衡表で実際3冊ぐらいあるんですよね、あれぶっといのが。あ、その書いた人の、うん、あ、最初の人の書いた人ですね、うん、でお孫さんとかが実際今一目均衡表のスクールみたいにやってはりますけど、おそらくスクールか分からへんけど、でも、もう一生かけて学んではるじゃないですか、うん、本気で、うん、だからそんだけやるもんなんで、まあ、この3本ぐらいの動画でできるもんじゃないんでね26の意味はまあそんなもんなんだでいいと思います、うん、ここでは、はい、うん、で設定値、基本的な設定値はですね、うん、さっきも言いましたけれども、転換線が9です、うん、そして基準線26です、先行スパンが52ということになります、はい、で雲をですね26日先にずらして分かることは、さっきも言いましたけども、過去が現在にどんな影響を与えるかっていうことですよね。だって過去の数字、平均値から50、転換線が52日前ですからね、うん、それが26日なんで、50日足す26なんで、もうその間で何のドラマがこう過去がですね、値、うん、動きがどういうふうな未来にドラマを引き起こすかっていうことが分かってしまうというね、ロマンですよこれは、ロマン相場における、うん、まさに日本人らしい、そうですね、わびさびを含んだ、含んでます、インジケーター、インジケーター、そう、それが一目クラウドですよ。一応ね、クモは中期とか長期にわたって取引した投資家たちが主に取引を行った価格帯の中間値というふうに考えれるということですね、うん、だからここの中にはですね、いろんな喜びや悲しみが詰まっているんです。ポジション、はいはい、うん、含み益、含み損、うん、でこれ以上はもう下げたくないとか、うん、下げこれ以上上がってほしいとか、もういろんなここに感情が詰まっていて、当然注文も集中しているということで、レジスタンスやサポートになり、なりやすいんではないかというふうに言われてますね、うん、だから新規に売買したもの、ここで新規に買い入れた、売り入れたっていうのは、いつか必ずロスカットもしくは利確が出ますよね、うん、この中には未決済ポジションが残ってるっていうことです。ほう、うん、だからまあ注文が入りやすいということですね、うん、いうことが言われているということで、すごいもん考えつきましたね。おう、うん、しかもこれ考えついた時、チャートなんかコンピューターなかったから手書きでしょ。そう、手書きですね、うん、すごいよね、すごいね、一個一個書いて、うん、まずロウソク足から書いてあってるからね、うん、うん、いや次はですね、うん、ここが面白いところなんです。ここからまた実際に一目を使っていくっていうのが面白いところなんですよ、うん、これもうね、もう10回シリーズにしたいぐらい。全然しちゃってください。まずは3位好転、3位逆転という、すごく分かりやすい買い売りのシグナルがありますんで、そこら辺を次回解説させていただきたいと思います、はい、もうこうご期待ですよ、面白いですよ本当。というわけでこれからも、ね、このインジテコのコーナー引き続き続けていきましてですね、うん、この一目均衡表を皆さんもと一緒に極めていきたいと思いますので、引き続き見ていただければと思います。あと冒頭で言ったようにですね、この辺の話は全然大丈夫なんですけども、コロナとかですね、いろんな世界の裏話に関連するのが YouTube で言えなくなってしまったので、そちらの情報は別の SNS でやっております、うん、その情報をお届けさせていただくために、まだの方ぜひ見る方を登録しておいてください。お願いします。動画欄に貼っております、うん、はい、一目の話まだまだ続きます。チャンネル登録もお願いします。この動画が良かったと思われたらぜひいいねもお願いします。動画概要欄、 Twitter、Instagram などのリンクも貼ってますので、ぜひよろしければ見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。ほら割とね、うん、この一目を見るだけでさ、雲がこのサポートになっているとか、冷やしを冷やしレベルでこうレジスタンスになってるっていうこと結構あるんですよね。あ、何見てんの。すごいのよ、一目を見るだけでもうトレンドの流れが分かる。おい。あ、ツッコミできるやん。やってくださいよ、まあね、こうマルチタイムフレード、いろんなね、うん、時間軸で一目をちゃんとやっていくとですね、うん、どの方にねトレンドが出てるとかすごく分かりやすくなるんで、これからみんなで深めていきましょう、うん、一目を均衡表の一目を一目見て分かるって意味ですか、うんうん、そうですそうです。なしなみにここだ。千目均衡表の特徴とは。5秒でお答えください。5、4、3、2、1。千目均衡表の特徴とは、ありとあらゆるインジケーターが入っている、うん、あ、千回見なわからんから、千回見なわからんから、うん、千回全部調べなわからんから、
もう一回って。お、じゃあ今カットしますか。いやもうカットじゃなくてもいいけど。あ、使ってください。使うみ。では行きたいと思います。戦国均衡表の特徴とは？大変。あ、悪くないよな。悪くないんだけどね。ゆいちゃんは厳しいよな。ゆいちゃんが厳しいからな。よかねえね。機嫌悪いの？なんか怒ってんの？あ、ゆいちゃんの機嫌は見てもわからないですか？一目均衡表で。あ、ほんまや。今日はね、うん、多分ね、うん、お腹減ってるでしょ。機嫌悪いみたいです。厳しいか最近。僕なら全然丸やったんですけどね。もうよ。ヨウさんが優しいですよ。いや、あのね、楽しい時は笑ったらいいんやん。さよなら。